基本的にはガチャ切り、それからクレーム、文句言われ、もう本当に詰められてる時とかキーボードとかマウスとか飛んできたりとか、もうふっばり雑言投げつけられる。ちょっとあれ待って、今何時代みたいな、時代おかしくねみたいな。はい、どうも、営業の長谷川です。今日はですね、光なんとか系グループでのお仕事についてお話をしていきたいと思います。今日、前回はですね、確か新人合宿について、まあ、壮絶な出来事をお話ししたと思うんですけれども、この壮絶なですね、合宿を生き抜いた猛者どもが地上に降りてきてですね、戦っていくというようなお話なんですけれども、私がその地上に舞い降りて、最初に始めた仕事というのが、コピー機ですね。複合機と呼ばれるの、バカでかいコピー機、200万とかそれぐらいするんですけど、はい。あれをですね、もうボッコボコにテレアポして、で、やっと取れたアポに向かってですね、客先に行って、ほんで、相手はもう当然いらないよ、それって言ってる中、もう本当に粘りに粘って、強引にハンコもらって、受注して逃げ帰ってくると。いうようなですね、まあそんな仕事を毎日やっていましたと。ということで、今日はですね、テレアポについて、お話をしていきたいと思います。はい。で、まあ、もう2020年なので、おそらく今はそんなことないと思うんですけど、だいたい10年以上前の話になるので、まあ、参考程度に聞いていただければというふうに思います。はい。で、まあ、なんとか系グループのお仕事の、まあ、やっぱり言ってもこの地獄のテレアポですよね。もう朝7時に出社して、大声張り上げてトレーニングを。で、そのままですね、まあ、地獄の朝礼が始まるんですけど、月初の朝礼はですね、まだ優しいんですよ。ノルマがリセットされてるので、今月は、なんだやりますゾースゾースみたいな感じで、ボスともです。よし頑張れ次みたいな感じで、なんとかです何々です今月は、なんだやりますオースゾースみたいな。はい。で、だんだんこれは中盤に行くにつれて、アポ数が足りない、受注の数が足りないってなってくると、もうだんだんですね、このマネージャーのボタンがこう、1個開き、2個開きみたいな感じで、こう、だんだん柄が悪くなってくるんですね。で、月末とかになるともこれ凄まじくってですね。で、大体、もう言ってもコピー機ですよ。欲しいですかコピー機。今使ってるのに十分ですよね。なのに、それ売るんですよ。それ売れないですよっていう話なんですけど。まあやっぱり当然ショートしてくる人間がたくさんいてですね。で、ノルマが10台なのに残り5台が必要とかって状態でも、もうラスト1週間の朝礼では、あと5台必ず持ってきますみたいな。するとですよ、もうカチーンって切れたマネージャーが、こう、マウスとか、最初は可愛いもんなんですけど、こういったものをバーンと投げて、お前今まで2、3台しかやってねえのに、ラスト1週間で5台だ。どういうことなんだ。どういうこともこういうことも5台できませんなんて言ったらもっと怒るくせにとか思いながら、もうボロッカス激詰め。で、本当に、もうそんな状態で、テレアポをスタートしますと。そんなんでいいアポイント取れるかって感じなんですけど。で、まあ、実際テレアポがスタートすると、もう大体朝の8時から夜の7時ぐらいまで、1時間に1回5分の休憩を挟んで、お昼休み1時間かな。それ以外はもうバリバリずーっと電話をし続けるんですけれども、まあ、基本的にはガチャ切り、それからクレーム、文句言われる。もうすごいですね。本当になんか、よほど M じゃなきゃ無理なんじゃねっていうぐらい、もうとにかく怒られますし、もうめちゃくちゃなこと言われながら、なんとかアポにたどり着いと。で、見事ね、アポイントさえ取れてしまえば外に出れるので解放されるんですけど、大体ですね、昼の10時を過ぎてアポが取れなくなってくると、もう雰囲気がおかしくなってきますね。というのも、社長がもういないんですね。外出しちゃって、もう大体10時以降ってのは、もう事務員さんしかオフィスにいないような状態なので、もう社長にアタックできっこない時間が続くんですよ。もうその時間がとにかく地獄で、その時間はもうやることといっては、事務員さんが捕まった瞬間に、あーすいません、いつもお世話になってますと、ちょっとごめんなさい、コピー機見てもらっていいですか、今、番号何番って書いてありましたっけとか言いながら、もうめちゃめちゃ嘘つきまくって、情報を収集する。まあそういうですね、心を要しながらいろんな情報を集めてですね、いざ社長が見つかった時には、社長、なんとかなんとかのコピー機なんですけど、今こんな感じですよね、ちょっとこれ面倒見ますよ、みたいな感じで、もうむちゃくちゃなことを言ってアポを取るというような感じで、まあとにかくあの手この手を使ってですね、はい、アポを取るんですけど、まあこれね、面白いのがですね、まあ、とにかくすごいテンションでやるんですよ。もうシーンと電話なんかかけるもんなら、もう気合が足りねえとかって言われて怒られるもんですから、とにかく頑張ってる雰囲気出すために、机の上に上がってテレアポしてるバカもいれば、はい。あとはまあ本当にこう踊りながらやるようなやつもいるとか、もうとにかくうるでどん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 机叩きながらやるとか、もうなんかサーカス状態なんですね。まあなので、面白いのが、こう、社長が捕まった瞬間にみんな机の下に潜るんですよ。さーっと。もう音がしないように周りから。で、一生懸命アポを取ってです。で、アポが取ると、アポったーとかってバーンってやるんですけど、だから、マネージャーの席から見て、潜ってるやつがいたら、お、こいつ決裁者に捕まってるなっていう感じの、まあ、一種の信号みたいな感じなんですよね。はい。そしてですね、まあ言ってもこれですわ。はい。オール精神論の世界ということで、もうとにかく精神先行の世界なんですよ。はい。もう、なんて言うんですかね。とにかくそのテレアポでうまくいかなかったっていうシーンとか、まあ営業でうまくいかないっていうシーンも、もうその失注とか失敗分析とか一切せず、もう単に評と。気
気合が足りない、根性が足りない、やる気がない、ふざけんなお前ら殺すぞみたいな感じで、もうこればっかりですよ。だからもう本当にテレアポでうまくいきませんでしたってなったら、夜の7時ぐらいから激詰めが始まって、もうマネージャーの罵倒ショーですよ。もうそっからお前らは気合が足りない、根性が足りない、やる気がないから始まって、もう夜の10時ぐらいまで激詰めされて、はい、でだいたい夜の12時ぐらいに解放されるんですけど、もうその話の全てが毎回先進で、これをやられ続けるとですね、やっぱ僕って気合が足りないのかなと、おーしともっと気合で頑張りますみたいな、なんかもうわけわからん状態になってくるんですね。はい。であとですね、これ僕ずっと勤めて思ったんですけども、大体もう平成二十何年っていう、いわゆるもう本当に最近の時代ですよ。にもかかわらず本当に根性気合しかないし、なんか本当に詰められてる時とかキーボードとかマウス飛んできたりとか、もう普通に壁にドーンつけられて、めっちゃもうなんかバリ雑言投げつけられる。ちょっとあれ待って今何時代みたいな、時代おかしくねみたいな。そんな感じの状態でしたね。まあ、なので、本当にですね、一週間でだいたい2、3人とか多ければ辞めてましたね。まあ、なので、3ヶ月経つとですね、中堅社員になってんですよ。もうベテラン社員みたいな感じで、3ヶ月経つとももうだいたい自分が上から、まだマネージャー、サブマネージャークラスの次になってるんです。もう実質ナンバー3ぐらいの位置になるぐらい、もう人がどんどん辞めていくので、あれだけ地獄の合宿をやって、マインドコントロール風なことをやってもですね、これだけどんどん人が辞めていくっていう、まあ強烈な環境でしたね。はい。まあ今はどうなってるかはわからないんですけど、まあとにかくですね、もう異常な世界でのちょっと仕事だったと思いますし、はい。まあこの経験が役だったかと言われると、ちょっとさ、怪しいんですけど、まあ飲み会のネタとしては最高です。ただ7割ぐらいが信じてもらえないのがすごい残念なんですよね。これ本当に全然大げさ抜けて、マジでこの物が飛んでくる、罵倒を浴びせられる、もう本当にもう、まあ、そんな世界なんですけどね。もうマネージャーがヤンキーみたいな感じだったりとか、もう本当に社長クラスがヤクザっぽかったりとか、もうオフィスに社長が入ってくればもう全員で腰に手を当てて、オースオースみたいな、何がオースなのみたいな感じなんですけどね。もうとにかくちょっとそういう意味わかんない世界だし、もう地獄の軍隊、まあ軍隊で働いたことないからわかんないんですけど、それに近いような、まあ、そんな仕事だったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、なのでそうですね、まあ今後もですね、このグループ系のお仕事をされる機会がもしあるんであればですね、ぜひですね、今はこんな風に変わってますとか、もうむしろ今はですね、もうめちゃめちゃ精神論が終わっていて、ロジカルにやっちゃってますよみたいな、そういう話があればですね、ぜひコメント欄に書いていただければというふうに思います。はい。ということでね、今日はなんとか通信の地獄のテレアポ編というところでお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。